大韓民国臨時政府国務院記念写真。前列左が新翼期、中心が安正宏。新翼期は大韓民国の独立運動家、政治家。号は開交、景気等の講習に生まれる。1908年に半寸管理外国語学校を卒業した後、早稲田大学の政治経済学部へ留学した。留学中には韓国からの留学生たちと、 学友会を組織して役員を引き受け帰還し学ぶの光を発汗するとといった学生運動を続けた。1913年に帰国した後は、京城中等学校や広市政、法律商業学校で教鞭を取った。1918年の第一次世界大戦終結前後には、北京、上海などを往来しながら、サイリンや総チームなどと共に、 海外独立運動からの連絡役を担当して、独立運動を準備した。1919年の3.1独立運動に参加した直後、上海に亡命して、大韓民国臨時政府を設立し、臨時政府の初代内務次長に就任し、以降は内務総長、法務総長、文教部長、外務部長などを歴任し、国務院秘書室長と議政院副議長を兼任した。 1933年には南京で対日戦線統一同盟。1937年には朝鮮民族戦線を結成し、1942年からは臨時政府の外交委員会副議長として外交活動に積極的に参加した。帰国後解放後の1945年12月3日に帰国した後は緊急などの臨時政府系統とは異なる路線を 選択し、理正万と接近した。また、韓国民主党を、新日派である、と批判し、反民党との確執を深めたりもした。1946年には、大韓独立促成国民会副委員長や国民、大学校初代学長、自由新聞社社長を務めたほか、米軍成果において、南朝鮮がと立法議員議長に就任し、翌百四十七年には、 国会議長を務めた。また同年には、池聖天の大同青年団と合作して、大韓国民党を結成して、代表最高委員に就任した。1948年5月10日に行われた、初代国会議員選挙に出馬、国会議員に当選した。選挙後の5月31日に、大韓民国政権国会副議長に就任してからは、議長である、 李承晩が大統領に選出されると議長に被選され政府樹立後に李承晩と疎遠になった反民党の金正主の定義を受け入れ翌1949年に民主国民党を結成して委員長に就任した1950年5月の第二大総選挙で第二大国会議員に当選した後は国会議長にも被選された朝鮮戦争時に 偽りの録音放送をして、ソウルから逃げた、李承晩とともに、私公派と批判されている。1955年には、民国党を中心に、反李承晩勢力が結集して発足した、民主党の代表最高委員になった。そして1956年に行われた第三代大,大統領選挙では、民主党公認で、大統領選に立候補し、現職の李承晩に迫る支持を集めたが、 遊説中の5月5日、長津とむとともに、全州へ列車で向かっている最中に、脳一血で倒れ、そのまま亡くなった。61歳没。死後の1962年3月1日に、大韓民国建国功労勲章が授与された。ありがとうございます。